さてと。じゃあ私たちはそろそろおいとましましょうか。カール子先輩に聞いたの。今日私を誘ってくれるよう言い出したのはなるみくんだって。だからね、せっかくのご褒美デート、最後くらいはお二人でどうぞ。別になるみくんのためばっかりってわけじゃないし。それじゃあね、ほら、行くわよ。バイバイ、アーシェ。この喫茶店のメニューじゃ、アーシェさんには全然物足りませんもんね。これから定食屋さんをはしごですか？あなたたち何聞いてたのよ。一緒に帰るのよ。マジで？宮瀬に行くってことですか？うちとしては客単価の高いアーシェさんは大歓迎ですが。ああ、もうそれでいいから。ま、私たちもこれ以上カオル子に恨まれたくないしね。先輩、このアディショナルタイムを大事にしましょう。リーピロ。改めてそれじゃ。ねえ、アーシェ。宮瀬でお芋は何円まで頼んでいい？いや、そんな遠足のおやつ感覚で言われてもね。ただいまー。って、あれ？みんなは？そうなんだ。なんだか今日はずーっとお預け状態だったんだわ。迷惑だった？だったら離れるけど。だったら問題ないよ。私とコウキくんなんだから。私ね、もしかしたら今日はずっと怒ってたのかも。だって今日はコウキくんと二人だけのデートだって思ってたから。もちろんアーシェちゃんのことは好きだし、アーシェちゃんのことを思いやるコウキくんの優しさもすごいなーって思った。今日のこともね、コウキくんのしたことって正しかったと思う。だけど、そういう一人を選べない優しさも、ガックンと一緒なのかな。どうかした？しべ長者をする以外に傘を手に入れる方法ってないのかな？忘れちゃった。だから私もわらしべ長者しなきゃ。コウキくんお願い。私の右手貸すから、その間だけ傘半分入れてもらえないかな？はい、お願いします。コウキくん、女の子のそういうのは
詮索しないものだよ。心配しすぎだよ。大丈夫大丈夫。ちょっと今傘から飛び出したくなったかも。できないよ。私の右手コウキ君に貸し出し中だもん。捕まっちゃってる。としてもラブコメ作家としても著しくダメだと思うよ。やだ、大きくさっきからずっと笑ってるからやだ。答えたくない。涙を拭ってくれたら考えなくもない。